皆さんこんにちは、フロマスクです。今回もファイヤーファイターシミュレーション2ですね、やっていきたいと思うんですが、なんかうまくセーブができてなかったのか、また朝礼からになっちゃったんですよね。一応今7時8分なんですけど、多分もうしばらくしたら出動要請かかると思うんですよね。それまでは待機かな。いつになったら出動できるのか。あ、来た。これ特に色変わんないな。あ、コンテナプラント、コンテナプラント火災かな。結構でかいかも。降りましょう。はい、コンテナプラントがなんちゃらって言ったな。はい、どこだろう。ん、こっちじゃない。どの車両で行くんだ。あー、出動しちゃった。ちょっと待って、乗させて乗させて。Leitstelle Mülheim von 1TLF 4001 kommen。 あれ、あんまりでかい車両じゃないですね。二人だけか。じゃあ行きましょうか。鳴らしてこう。とりあえず1台だけかな。交差点だけ鳴らしましょうか。あ、めちゃくちゃ近いな。どいてどいて、止まって。ここですね。あ、あー、煙が出てる。これか。はい。はい。燃えてる燃えてる。ゴミ箱の火災ですね。タクティカルビューで。まずは、降りてもらって。これですね。二人だけですからね。ささっとやっちゃいましょう。閉めて、よし。もう消火器で消してもいいぐらいだと思うんだけどな。あー、なんか言ってんな。ちょっと待って、今準備してから。あれが通報してくれた人かな。ここって言ってる。ちょっと待ってくださいね。やることがあるんで。こっち側もやることがあるんで。はい、360度チェックしてる間に2つ目のゴミ箱を燃えましたね。お話聞きましょうか。あー、ここに来れてよかったよって、通報できてよかったって言ってる。うん、あー、この近所の住民の方みたいですね。あー、他の家全部窓閉めてんのかな。あー、窓閉めるようにってお願いしたのか。さあ次やりましょうか。まあ、すぐこれは終わりそうだな。あ、なんか野獣馬も来てるな。下がって下がって、危ないから、おばあちゃん。あ、待って、燃え広がってる。待って、燃え広がってる、燃え広がってる。これだったかな。急ぎましょう。消火栓、消火栓。やばいやばいやばい。あ、違う違う違う。それだって。これ開けてもらったやつを、はい、コネクトして、やばい。これを立てかけなきゃいけないですね。はい。どんどんやりましょう。やばい、周りの芝生まで燃え広がっちゃってる。やばいぞ、これは。ちょっと、急いで急いで。コネクトコネクト。のんびりしすぎた。消火器で、消火器もないのこれ。ドロップして。はい。お願いします。どんどんやりましょう。これ取って、消火栓につなぎましょう。だいぶやり方は覚えてきたんですけどね。やっぱ時間かかるからな。これで、あー、次、燃え広がってる。次が早いんですよね、燃えるのが。あ、なるほど。ここら辺に出すか。はい、
ここに出してもらって、あれ、やることない、こっちが。やばいぞ、これ。燃え広がり方が。ああ、これか。はいはいはい、持ってきます。ここに置いて、はい。バンバンやらないと。これを、アウト側につないで、つないだ？いよいよ、放水できる。ようやくですね。アタック、フォロージェット、これかな？まあ、消火器みたいのもあったから、それでやってもいいのか。で、多分、これがファイヤーアタッカーなんで、この人が、やるはず。あ、その人がやるの？そう。アタッカーこっちだった。無線が入ってますね、さっきから。早く早く早く。近くの車にも燃え広がりそう。野獣馬が、めちゃくちゃ見てるけど。よいしょ。ドロップして、はい。これを受け取って、ようやく放水できますね。はい。ピックアップ。ようやくこれから放水します。下がって。放水ですね。端っこから行くか。時間かかりますね。まあでもこれ以上は燃え広がらない、燃え広がることはないかな。よいしょ。おい。放水。いいですね。燃え広がる大変なんで。はい。こっち側から順番に消していきましょう。素晴らしい。かっこいいですね。燃え残りがないように、このまま後ろのゴミ箱も消せるかな。ちょっとこの辺りが厄介なんですよね。一度こっち側から行ってゴミ箱も消していきましょう。これゴミ箱の中の火はだいぶ余熱が残ってそうですね。よいしょ。草のとこですね。オッケーかな。よし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 。まだ煙上がってますね。あ、これは、あ、燃え残りがありそうだな。チェックしてもらいましょうか。熱源チェックですね。多分もう大丈夫なはず。野獣馬が野獣馬いるとやっぱちょっとプレッシャー感じますね。なんかこう燃え残ってる感はあるんですよね。どうだろう。ダメ？ああ、あとこれか。はい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 。いや、大変ですね。あ、こういう風になってるんだ。いいですね。いろいろある。ホースも入ってるんだ。ピッチフォーク取って。よいしょ。待ってる待ってる。はい。こう燃やして。あー、煙上がった。はい。これですね。燃え残りを消化。じゃあこっち側もついてるから、はい。OK かな？大丈夫かな？どうだろ
あ、もう全部大丈夫。ありがとうございます。よし、じゃあ、片付けましょうか。はい。なんかあのおばあちゃん、差し入れとかくれそうだな。お仕事完了ですね。じゃあ先輩お願いします。お、無線が、これ追加されたのかな、無線。なかなか大変、これぐらいの規模の火災でもやっぱこう準備から最後の片付けまでやろうとしたら結構な時間かかるんだな。会話しとこあ、どっか行っちゃったこのリーダー嫌われてんな気まずくな。あ、チェア座れんの？お、あ、なるほど、チェア座るとなんか時間がスキップされる、こんな機能あるの？あ、来た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 。お、今回リーダーも行くんだ。お、結構でかい現場かも。お、あ、結構みんな出動するぞ。かなり大規模火災の現場かもしれないですね。指揮者も行く。はい、着替えて、じゃあついていくか。何台から出動かな。お願いします。現場へまず急行していきましょう。ああ、いいか、ドア閉めます。おお、3台出動するっぽいな。ほう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 、これはすごそう。本格的な火災現場っぽいですね、今回は。どっか燃えてます？ああ、住宅火災ですね。あ、2階部分燃えてる。これはやばそう。早くしないと燃え広がるぞ。急いで急いで。はい。ああ、なるほど、ここ行った方がいいんじゃないかな、はしご車は。これよく考えなきゃな。ここでパーキングしてもらおう。これ複数来るとめちゃくちゃ大変ですね。とりあえずこれでスタートしたかな。とにかく放水しないとやばいことになりますね。スモークスクリーンってこれか。あ、なるほど。煙を止めるための器具があるんだ。なるほど、煙がこれ以上炎症しないような謎の秘密道具があったこれ取っちゃっていいんですよね、中入るってことだから。あー、一度置いて、あ、これ入れるのか、そのまま入れるんだ。なるほど、あ、なるほどなるほど。よし、消火活動開始ですね。うわー、全焼だなこれ。ちょっとこれで入っていくか。いやー、すごい。はしご車も出してもらって、やってくれるのかな？あ、なるほど。まずは、煙を逃がせって書いてあるから、オープン。こういうこともやっていくんですね。細かい。ちょっと先、キッチンの方行きましょうか。多分そこははしご車がやってくれそう。誰か怪我人とかいないのかな。いやー、すごいことになってる。他の人来てくれないのかなこれもやんなきゃいけない。これもやってなかったな。いやー、大変ですね。一応扉壊す道具持ってきてる人もいる。あー、でもいいですね、本格的な火災現場だ。とりあえず消した。他スタやってくれてんのかな。いや、これは大変だ。ほぼ全焼ですね、2階。こんだけいっぱい人がいるのにやってるのは一人だけなんですけどOK かな。あとはそっち側ですね。
ここはしご車でやってほしいんですけどね、見てるだけまあいいや、今回はなんかいらなそうですね、はしご車。あ、だ、どびっくりした。とりあえず消化しちゃいましょう。もう終わっちゃいますね。スモークスクリーンは良かったな。これめちゃくちゃ使えますね。煙が広がらない。しかも出入りが自由だし。はい。とりあえず消化できたかな。これでやりたかったんですけどね。残念だな。